ミニドラマ OL キキちゃんと村山社長のロマンチックモーニング第78話。社長失礼します。お正月から何やってんですか。見てわからんのか。室内用ビニールプールで温泉を楽しんでおるんじゃ。見た瞬間に分かりましたよ。じゃあなんで怒っとるんじゃ。昨日の仕事始め式で社長すっごくいいこと言ってたじゃないですか。ああ、今年のわしはみんなの先頭で汗をかく、ついてこいというやつか。そうですよ、私感動したのに。だから今汗をかいとるじゃないか。まさか戦闘で汗をかくってお風呂のことだったんですか。キクちゃん、社長、キクちゃん、社長、キクちゃん、社長、戦闘でっていうか戦闘でってことじゃな。まあ汗をかくといえばお風呂オンリーじゃろ。社長を一秒でも信頼した私がバカでした。しかしな、キクちゃん、取引先の社長と同じ風呂に入って裸の付き合い、仲が良くなり商談が進むということもあるんじゃ。まさかそのためのお風呂。その通りじゃ。さあ取引先の社長をどんどんここに連れてきなさい。自分で連れてこい。社長、例のスイッチはどこなんですか。わし自身を戒めるためにあえて設定した脇腹こちょこちょスイッチのことを言っておるのか。あれはね、ものすごくコスパよくって、今年の干支猛牛ですらもうびっくりしたよ。そこにボタンがあるから絶対に押しちゃいかんぞ。えいもう一回もうやめた。と見せかけてトナメちゃん、あけましておめでとうございます。もうね、牛間だけに。でもね、皆さんもあの明日から雪降るし、温泉とか入ってた方がいいですよ。不要不急の外出をやめるっていうのは多分あの出社とか学校に行くことも含まれてると思います。不要不急です。いや、行くべき時は行かんばですけどね。あ、やっぱそう。そう、村山さんはこんばですよまずね。そう、やっぱそう、ね、そうそ う, そう何をもって そう言われるかなっていう気はしてたんですよね。そうでしょう。頑張りましょうね、皆さんね、あの安全に気をつけて、いや危険に気をつけて、どっちなんだ、はい、明日も朝から、はい。